はい、では体幹部回旋反射体操をスローイングの動きに応用します。このような形で体幹部をツイストの動きをしていきました。この時に体幹部ではバネのような反射と左右の腹斜筋が交互に動く動きが起こっています。右左右左、このような形が起こっています。それをキャッチャーのスローイングに応用するときに、まず胴体のバネ作用を利用します。バネ作用をしてキャッチングをして、そのままサイドに行くときはこちら側の腹斜筋でトップを作ります。そしてこちら側の腹斜筋で投げてしまいます。バネでキャッチして腹斜筋で投げてしまいます。では一連の動きでやってみましょう。このようなリズムで練習をしていただきたいと思います。